準決勝の相手は月の木の奈良か。アトリと陽子を誘ってアリーナカウンターでトーナメントの登録をしよう。アトリと陽子を誘ってアリーナカウンターでトーナメントの登録をしよう。No。
なんだお兄さん、お越しにくき。ゾクゾクしてきた。あげり、ほら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 、ほゾクゾクしてきた。うん、とどめだ。旋風メッソージ。ほら、ほら、ほらよ。ほら、とどめだ。刀鳴らしにもなりゃしねえ。ぶちのめす。あげり。あ、これめっちゃ。ほら、もっと歯ごたえのあるやついないの？あとに行きます。ほら、あ、全力で、それが私の流儀だ。あげり、ブーメストーチ。やればできるんですね。かかってきやがれ。一本ブーメストーチ。全力で、それが私の流儀だ。たあいないね。
ブヒ。
奈良とはよく話したりするのか？挨拶程度です。体が違うからあんまりお話しする機会もなくって。奈良か、そこが知れないやつだったな。気を引き締めていかないと。心配ないって。誰が相手でもちゃんと二人で特訓したから大丈夫。ふ二人ってで、そ、二人で。どういうことですか、瀬尾さん。いや、だから、それはその。私のいない間に二人で何してたんですか。いや、だって、お前ログインできなかったろ。だから。二人きりの熱い秘密特訓したんだよな。本当なんですか、瀬尾さん。いや、だから、それはその。本当なんですよね。おう、おう。そうですか。それは良かったですね。あのな、妄想膨らまして勝手に拗ねてんじゃねえよ、アトリン。だけど私、二人に会えて本当に良かったよ。え？陽子？おっと、時間だな。さ、行こう。月の木の四番隊隊長、相手にとって不足はないさ。適正級トーナメントもいよいよ準決勝。解説はおなじみ伝説のアリーナチャンピオン大河様です。ネットゲームやってると母ちゃんの目が痛いぜ。来た、来ました、僕らの死神、トーナメントの大本命。その存在はまさにイリーガル、違い封建。今宵も血に飢えて死神の釜は首を刈る。長谷尾チーム、堂々の入場です。いい顔になってきたぜ。ひよこが鷹に化けたかな。そして来たぞ、七司会の四番頭。今日も渋いぞ大人の味方、いぶし銀の槍使い。ちょいわる親父の仮面の下は熱き炎か氷の心か。その炎で氷でいぶし銀で長谷尾チームを翻弄する。ついていきます、隊長殿。よ、10年の星、奈良チーム入場です。頑張る親父キャラ。ここまで危なげなく勝ち上がった両チーム、
右大でどんな化学反応を起こすのか。静かに、今静かに戦いの火蓋が切って落とされます。ほら、レイニャー、レイニャー、月の木の隊長殿は伊達じゃないか。だが負けるわけにはいかない。この一撃で決める。上出来です。こいつわざと隙を作りやがった。決着、決着！極限の削り合いは紙一重で長谷尾チームに軍配が上がった。なら、てめえわざと。決勝戦、ご武運を祈っておりますよ、長谷尾殿。決勝の相手、やはり長谷尾か。ついにこの時が来たぜ。やってやる。長谷尾の野郎ぶっ壊してやる。好きにしろ。ただし、勝て。榊様。ヒイラギか。なんだ。そのようなものをおそばに置くのはおやめください。お前の意見など必要ない。一体どうされたのですか、榊様。最近の榊様は榊様らしくありません。みっともねえな。お釜の未練がましいのは笑えるぜ。なんですって。ヒイラギ。はい、榊様。私が信じられないか。いえ、私はどこまでも榊様を。ならば本部に戻っていろ。どうした、ヒイラギ。了解いたしました。切り捨てちまえば、あんなおかま。く
ソの役にも立ちゃしねえよ。どんなものにも使い道はある。そして私もその一人ってわけか。安心しろよ。私は自分が駒だろうが何だろうが構やしねえ。奴と戦えるなら肩書きなんてどうでもいいんだよ。どうでもな。執念、怨念、妄念、間を御する術は強靭な精神力か。さて、次は決勝戦だね。それに勝てば天狼と戦える。アリーナでならあいつと本気で話せる。そんな気がするんだ。だから次も絶対勝とうな、ハセオ。なんか逆らわない方が良さそうだな、シータさん。アトリと特訓するんだったな。